皆さんこんにちは。今回なんですが、非常に人気のありますカープライドのポータブルオーディオ、今回は7インチ版のプロ、こちらのご紹介をいたします。前回9インチプロご紹介させていただいたんですけれども、非常にご質問が多い内容がございまして、こちらになりまして、今FM 送信する、Bluetooth 送信をするという画面が見えるかと思うんですけれども、このプロになってから、Bluetooth 飛ばしができるようになったということが、意外と知られていないというか、明るみになっていないということがございますので、今回はオーディオの機能について、どういった使い方ができるのかということを、私なりにご紹介をしていきたいと思います。で、まずなんですけれども、定番の機能となりますカープレイについてご紹介を一応しておきます。で、こちらの機種はカープレイも非常にスマートに使えるということで、ものすごく定評がある機種となっております。実際につなぎ方がわからないという方もいらっしゃると思いますので、もう一度ご紹介をしていきたいと思います。で、まずこの iPlay というボタンを押していただきます。で、次なんですけれども、こちらアクションカメラに今切り替えたんですけれども、この設定画面を押していただいて、ここの Wi-Fi で一度切ります。そうしますと、このカープライドっていうのが出てきますんで、ここにアクセスします。で、さらにこちらをアクセスした後に Bluetoothもオンになっているかどうかっていうのを確認する必要っていうのがございます。で、下にここがカープライドっていう031990っていう、これペアリングをします。で、ここで注意しておかなきゃならないところは何かと言いますと、ここのカープレイ、ここの画面を切り替えておく必要があります。で、今オフにしてやったのは何でかと言いますと、ミラーリングの場合はここオフにする必要っていうのがございます。そうしますと、携帯で撮る方が非常に画質がいいので、携帯に切り替えますが、このような形ですぐにカープレイが使えるようになるということになります。もうカープレイの使い方に関しては以前の動画、またこれとはちょっと違う機種になるんですけれども、ポータブルオーディオでご紹介しているんで割愛させていただくんですけれども、カープレイがもう普通に使える、誰でも設定することが可能である、そのぐらい非常に受信感度が強いということになります。で、これオンオフにしている時でもカープレイすぐに繋がってくれる。今もう設定した後なので、もう一度これオフにしていってオンオフしてみたいと思うんですけれども、カープレイがすぐに繋がってくれる。こういったところもカープライドが非常に人気になっている理由の一つになっているということを皆様にご紹介することができるかと思います。はい。もうこのような形ですぐに繋がったのがお分かりいただけるかと思います。これ別に動画をカットしているわけでも何でもなくて、そのままカメラを流した状態で今ご紹介しているんですけれども、すぐに繋がるようになります。で、次なんですが、このポータブルオーディオを使ってらっしゃる方、多くの方は先ほどのカープレイもちろんなんですけれども、このエアープレイっていうのを使われている方も多くいらっしゃるのではないかと思います。これ何がいいかと言いますと、このポータブルオーディオ自体にはネットという機能はついていないんですけれども、携帯とのペアリングによって携帯の画面がここに映るということで、まあ移動中、例えば動画を流しながら音楽を聴くというような、まあ、そういったシチュエーションで車に乗りたいという方、オーディオを特に重視してらっしゃる方は多いと思います。実際に私もそうなんですけれども、そういった時にこのカープライドのポータブルオーディオのエアプレイというものが非常に役に立つということで、こちらについてもご紹介をしておきます。で、まずなんですけれども、Bluetooth の方になります。こちらになりますが、で、ここのところなんですけれども、ここをオフにします。で、この状態で、ここのところなんですけれども、ミラーリング、カープライド、エアプレイというところをタップします。はい。で、これがチェックした瞬間に、もうすでにミラーリングに
なってまして、はい、このような形でミラーリングがまずできると、まあ、いうことになります。で、通常こういった見方じゃなくて、もちろんなんですけれども、ネットを見るということがあるのでご紹介をしておくと、例えば YouTube を開いてご紹介しておくんですけれども、まあ移動中携帯でこう動画を流しながら音楽を聴くっていうのもありなんですけど、携帯ですとやはり横にしなきゃいけないっていうのもありますし、画面もちっちゃいということで、こちらを見ていただきますと、ポーダブルオーディオ、これ7インチではあるんですけれども、まあ9インチももちろんありますので、このような形で、大きな画面で、動画を見ることができると。で、さらに FM 飛ばしなんですけれども、ここ、送信する、Bluetooth 送信するっていうところを選んでいただきます。で、さらになんですけれども、ここから、こちらの、つなげたいオーディオ、ペアリングをしていくわけなんですけれども、Bluetooth 設定。で、今ここから、このカーマルチメディアっていうのが出てきたんで、ここを接続します。はい、繋がりました。はい、今ちょうど先ほどオーディオから流れていたものなんですけれども、今度このオーディオに Bluetooth 飛ばしがされて、でこの車のオーディオのスピーカーから音声が流れるということになります。でここ戻っていただいて、で AirPlay、 そうしますとこれ YouTube の画面になっているんですけれども、 YouTube の画面を開きながら音声は車内、車両のスピーカーで出力されて、動画を流しながら音楽が聴けるという、そういったオーディオに重きを置いて車の走りを楽しむ、そういった方もいらっしゃるわけなんですけれども、そういった方にとっては非常にうってつけのポーダブルオーディオというものになっております。次なんですけれども、こちら今流行りの AI ボックスなんですが、これをつないで画面に YouTube を表示させて音楽を楽しむといった、そういったケースをご紹介していきたいと思います。で、まずこちらの AI ボックス接続します。で、このカープライドのディスプレイオーディオのもう一つの大きな特徴というのは、何と言いましても、ここに USB ポートが付いています。USB ポートが付いていると言いましても、単なるメモリーの増設とか、チャージをするためのものではなくて、拡張ポートになっています。もうまさにディスプレイオーディオと言ってもいいものなわけなんですけれども、このような形で今、ポーミドという画面が開きましたが、AI ボックスが使える。それによって、このポーダブルオーディオ自体がタブレット化するということになります。今再起動がかかったのでもう一度起動するわけなんですけれども、フォーミドという画面が出てまいりまして、ホーム画面が開きます。で、これもこのような形でもうまさに携帯と同じでタブレットとして使うことができると、まあいうことになります。で、オーディオの観点で今回主にご紹介していくわけなんですけれども、先ほどと同じ動画を流していきたいと思うんですが、はい、このような形で今フリーミュージックなんですけれども、同じような形で、はい、ボリュームをこう上げていきます。で、これ今フリーミュージックで画面変わってないんですけど、実際にはこれ動画になってます。このような形で、なので動画を流しながら車内の車両のスピーカーで、車両のスピーカーを使って音声を流すということが、この AI ボックスを使ってもできるということになります。で、さらにこれだけじゃなくて、多くの方ご要望の方もいらっしゃったかもしれないんですが、最近のオーディオってイコライザー機能っていうものがついてないです。ですが、これはなんとイコライザー機能というのがついております。
このカープレイのホーム画面の一番右上のところなんですけど、イコライザーで、これを実はですね、ラウドにすることによってより迫力のある音に変わります。かなり音の原因が変わったのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。ノーマルがこれです、はいはい、これでももうスタンダードな状態でもこれだけ重低音が聞く音になります。でさらにここクラシックロックンロールからジャズ、それからエレクトリック、ポップ、それからソフト、それからカスタムということで、まあ各々の周波数があって、この周波数ごとで音のチューニングができると、まあ言ったそういったセッティングができるものとなっておりますので。やはりこのオーディオ好きな方にとっては、このような形で、やっぱりイコライザー機能っていうのは、やっぱついてた方が、まあより自分の好みに合った音で、まあ移動空間を楽しむ。移動空間の中で音楽を楽しむということができるということで、このカープライドのポータブルオーディオというのは、他メーカーのポータブルオーディオと全く比較にならないような、オーディオの機能を搭載しているというのが、今回お分かりいただけたんではないかと思います。はい、ってことで今回なんですけれども、こちらのカープライドの新商品になります701 Pro、 こちらは Bluetooth 飛ばしの機能が入った新製品となります。こちらのご紹介をいたしました。今回はこの Bluetooth 飛ばしというのがあまり認識されてなかったということもありましたので、こちらを使って、まあ、私なりにオーディオで使った場合の使用例についてご紹介をさせていただきました。まあ、なんと言いましてもこちらはポータブルオーディオということではあるんですけれども、もう FM トランスミッターとか AUX とか音に不満が全くない Bluetooth 飛ばしのオーディオであるということと、また最近のオーディオではついていないようなイコライザー機能までしっかりとついたオーディオにこだわった方でも対応できるポータブルオーディオということで、間違いなくポータブルオーディオの中でナンバーワンと言える製品ではないかということを皆様にお伝えできるかと思います。こちらの製品なんですけれども、実は Amazon で買うよりもカープライドの公式 EC サイトで購入する方が割引クーポン等が適用になって安く買えるケースがございます。ですのでぜひこちらの方、購入の方を検討されている方は概要欄の方にリンクを貼っておりますので、そちらの方をぜひご覧になっていただければと思います。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。